江東中学校、高等学校、江東中学校、高等学校、栄東中学校、高等学校は、埼玉県埼玉市見沼区砂町にある私立、中学校、高等学校、海地、川越東、宿徳与野と共に、埼玉県を代表する名門私立新学校群の一つである。中高一貫教育の共学校である。 高校課程では高入り生が中学校からの内部進学者、一貫生と外部からの入学生、購入生が同一クラスになることもある。志望校などの理由を除く。校舎敷地はかつての見沼にあたる。一年時は高入り生においては東、イ、クラス、アルファコースを設置し、一貫生も同様に東大クラス、南関大クラスと 学力別に学級を分けている。また、試験や学期ごとに習熟度別に授業クラスが組まれる。主に医学部志望者のために医学部専門予備校である池袋理数セミナーと提携した医学部コースも設置されている。遠隔説の主要な出展は公式サイト。第1校舎、第2校舎、第3校舎、第4校舎、第5校舎。 第六校舎と呼ばれる六棟の校舎が存在する。また、他に、食堂棟、行動棟、体育館棟、プール棟が存在する。総合グラウンド、南グラウンド、栄東、天馬宮、室内温水プール、食堂、行動、水槽案、体育館、図書館、テニスコートアーチェリー場、駐輪場、駐車場合図田島寮、今井浜寮、 軽井沢セミナーハウス、作林館学校、佐藤久志学園イギリス校、那市セミナースクール、日本松セミナー。やるべきことを先延ばしせず、今すぐ行うべきということである。しっかりと学び、社会に役立つような人材になるのが理想ということで、ある。朝8時35分より毎日生徒が、HR で一家の内容を昭和する。一、真剣な心を持ち。 生徒としての道を正しく行おう。一、学習に喜びを求め、自己開発に努力しよう。一、けじめある学習を行い、創意工夫の力を育てよう。一、なせばなるの信念を持って可能性に挑戦しよう。一、今日のことは、今日やり、勉強も仕事も明日に残さぬよう努めよう。なお、佐藤久志学園では、どの高校においても、 朝の言葉と題した悟空が存在するが、内容は、校風や指導方針によって異なっている。高校1年次段階で、進路調査を頻繁に行うとともに、高校2年に進級時に、文系理系で、クラスが分かれる。中学では教室において、完全給食が実施されている。高校生は、弁当や食堂で販売している食事を、教室、または、 食堂で食べる。土曜日や試験期間中に限り中学生も食堂利用が可能である。シップとは、栄東インターネットプログラム、栄東インターネットプログラムの略で、連絡事項、学習教材、成績等を閲覧できる。USB 型のセキュリティトークンの認証と、各個人のパスワードによってログインが可能。2015年からは、セキュリティトークンの代わりに、 各個人の ID が発行されていれる。自転車通学の場合、駐輪場の利用料はである。また、自転車の後ろに貼るステッカーは1枚300円である。2009年度まで契約していた、高校生用の学校内予備校、前理事長の佐藤栄太郎の発案であり、死去するとすぐに、RGB サリバンとの契約は打ち切られた。RGB サリバンの後継となる。 校内予備校。通常授業との融合をコンセプトに実施されている。2011年度末をもって廃止される予定であったが、自習時間の拡充や、バンズと呼ばれる担任以外の教師による、セカンドオピニオンシステムを採用して存続した。高校で行うプログラムの中でも、最も力の注がれているプログラムである。基本的には、6、7弦終了後の放課後を使い、 最終下校時刻の21時30分まで授業を行う。高校1年時は東大コースのみ、高校2年時からは全クラスで開校される。高校3年時には細かく志望校別にプログラムが組まれる。加入は任意である。生徒数の減少により2008年度より中学生は男女行動での集団演技となった。文化祭と体育祭の間隔は2週間のみである。 高校3年生は2学期以降は受験勉強に集中してほしいという指導方針からである。アーチェリー部剣道部男女テニス部男子サッカー部水泳部ソフトボール部、高校、卓球部女子チアリーディング部男女バスケットボール部、柔道部男女バドミントン部、高校男女バレーボール部男子野球部男子、アメリカンフットボール部、高校陸上部コーラス部美術部書道部理科研究部、 高校理科学部、中学吹奏学部作動部クイズ研究部以後、将棋部社会科研究同好会、数学研究同好会鉄道研究部演芸部。JR 東大宮駅西口から徒歩12分。数十年前には通学バスが存在したが、廃止された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。